うん。少佐、こちらです。もしヘリの墜落が任意のものだとしても、この足場であれを盗み出すのは困難かと。私の部下なら足跡も痕跡も残さずできる。2ケース合わせて1トン半もあるんですよ。資料は読んだ。いやでも2名を2キロ北で回収しました。別々に保護して自白剤を使用しました。エンジントラブルによる事故だったようです。兵たちに伝えてやれ。少佐、こちらへ。専門家をここへ。中身は何だったんです？王国のロボットエポンは6速と聞きます。あっちへ行こうか。レナ、自然に振る舞え。これは M66 対人自動歩兵は完璧なロボットだったはずだ。なぜケースを隠さん、なぜ足跡を消さん。判断はこちらでする。事実だけ喋れ。M66 は作戦行動中だ。誰か特定の人物を狙っとる。実験配備に向かう途中でこれだ。目標プログラムはされてないはずだが。運がいい方さ。プログラムがなければ M66 はどこかに隠れ続ける。そうなれば行動半径にある全ての建造物を壊し、全ての地面をほじくり返さんと発見は不可能だ。66は誰を狙ってるんだ。さて、完了です。ケースと足跡に近寄るなと皆に伝えろ。お前とリコーでチェックしろ。お66の移動能力は。冷却剤を注入してないから、冷却行動の時間を入れて傾斜量クラスかな。ロジャー、セントラルシティとこの森林地帯周辺から政府閣僚、外交官、何でもいい。とにかく VIP と思われる人物を退去させろ。必要なら警察を使え。軍の事件を追うなんてよ、行かれてるぞあんた。じゃあ残りなさいよ。おい、おい、もしもし、もしもし。おお、なあシーベル、また旦那さんと別れた。え、安心してよ、間違ってもあんたにプロポーズしたりしないから。仕事と結婚して楽しいか。つまらない男よりよっぽどワクワクするわ。軍用機の墜落か。
つの装甲板は2万発のライフルダーツの集合体だ。うまく奴を捕らえたとしても、それをばらまかれた上自爆されてはどうにもならん。リゴ、スレイド教授と協力してその分野の責任者を幹線道路へ連れてこい。高速艇を使い、幹線道路で網を張る。やばいよシエル。これやべえぜ。命と引き換えのスピードなんか願い下げだ。俺は降りるぜ。関係ねえもんな。いいわよ、降りなさい。でもその足でフィルムの売り込みに行くのよ。うまくいけば今夜のニュースに流す。あんたはいいよ、家族がない。ネタ欲しさに人の車で寝起きしてるくせに何が家族よ。軍隊が装甲を持った凶悪な奴と幹線道路で一戦交わってるよ。こんなチャンス二度とないわ。こういうの特ダネって言うのよ。マッシュ、マッシュ博士、ロクロクが大変だ。すぐ来てくれ、緊急だ。メリス、じいさんを呼んできてくれ。急いでな。あんたの分野でトラブルだと伝えておくれ。もう、終わった。はい、公平部隊。ああ、マッシュ博士のお孫さん。また軍の変なのがうちを壊したの。教授に直してよね。おじい様、おじい様、失敗や。なんで、なんで力場を封じ込められへんねん。このネタバリが貼られてまう。おじい様、軍隊から呼び出しだよ。またか。どうせまたしょうもないことで来いちゅうやろ。研究の邪魔ばっかりし腐っても。研究費もこの家も軍からもらってるのに。心まで打った覚えはないで。あ、私も友達と町行くから鍵持っといてよ。システム自体を組み直さんとあんなもんやったらすぐやられてもらう。ちょっと厄介なことになったぞ。こっちもや、システム自体の欠点を見つけた。そりゃいい。なんてこと言われた。なんだ、飛行機の音だよ。森の妖精が増え増えてるのかと思ったぜ。どうかしたか。なんだ。熊がこんなツタツタに爪が折れてる。縮小で予定の地点に出てきます。おい、兵隊たちはどうだ。緊張してます。 UFO とでもコンタクトするんじゃないかと。指示した装備はさせておるか。はい、しかし捜査に慣れていない。ああ、続けろ。林の中に兵を入れたか。いえ。少佐、3時5分0度の方向。ロボットはこんな間抜けじゃありません。罠かもしれん。10人使え。66なら手を出さず待て。お、いっぱい減りは大状況は。事故現場に残った班から連絡がありました。谷で熊と2人か3人の登山者の死体を発見。これはどうも66の仕業らしくて。その死亡推定時刻からすると66はもうここについていていいはずなんですが。ではもう外に出ておけ。車は危険だ。お、試作モデルのターゲットメモリーを66に組み込んだりしたんや。あれは、あれは巡航ミサイルみたいなもんかな。
何が起こるんだろう。俺が消えたら女房心配してくれっかな。よしベル、ここ安全なのか。あんたが静かに見張ってればね。ビクビクしてるといい絵が撮れないよ。フリーの分野が大体666個としかない。よし交流しとけ。あのプログラムはまだ実験用やで。それがあれでロボットを抑えられるのか。配置が正しかったら。なんだ。2名生命反応が消えました。全員に知らせろ。 C 体制あと頼んだぜ。66か。もう一つの方も早くなんとかして。どうするな。どうするな。
アームグラムを使っておい。そうだ、ダメだ、怪しいには早いか。使える兵を集めてついてこい。あっ、ひでえ友達だったんだぜ。仇が取るぜ、あの化け物野郎。やめろ、もうやつはいねえ。納品急ぐからちゅうてテストプログラム入ったまま空輸したりするからや、悪天候やのに。事故だ事故。向こうに着けばテストプログラムは上から入れた実際のプログラムに押し流されるはずだったから、テストパターンお前にしといたらよかった。六六六だ、街に出たとしても発見されず目標。テストプログラムに誰が入れたんだ。 M66 は誰を狙ってるんだ。何だと。わしの孫が狙われております。お願いします、頼みます。孫のデータでプログラムのテストしました。墜落事故と今の戦闘でプログラムが狂った可能性も考慮に入れての判断か。可能性は十分です。わかった、行くぞ。はっ。我々は北側の工作の線でも操作している。あんたの孫は狙いと決まったわけじゃない。おっ、大していいもの食ってないのに、なんてこんな。おつむが詰まってるからさ。ゴミでか。そう、生ゴミ。お背中痛えよ。うがいない。し。今のあんたを写真に撮っときゃ、後で使える。子供には見せたくねえな。おい、まだやんのか。これからよ。あの科学者、どっかで見覚えがあるのよね。どこだったかな。インタークロスキーパワーだね。業界でのスタイリストの扱いがひどいのよ。でもね、でもね、最近のニュースパーうまくねえからな。これウイルスの悪党面だと思ってたんだよね。二足歩行とその制御って本出したのよね。ねえ、軍属じゃなかった。欲張りなの。つまり軍が発注してたわけだ、そのマーシュ博士。ここも取れないわ。この記事だけじゃ正確な住所わかんねえな。しかしよ、食べ残しに服があるってのは本当だ。おい、 PFT テレビの受付に緑の目をした男の子がいるから、その三つ星マークのフィルムを届けてちょうだい。その子が目当てでこの仕事を。他の子には渡さないで。博士の家どうやって探すんだよ。大声出すと軍人が来るわよ。家があるから塹壕掘ってあるんじゃない。見つかるわよっと。取りつかれてんな、ありゃ。ミッドナイトニュースにはこのフィルム流せるぜ。なんだ。期日班には敵にガセをつかませるため泳がせておいたスパイが。マークしてなかったのか。いえ、整備士の一人がそのスパイと接触。裏切り者か。家族を盾に脅迫されて。スパイが仲間に M66 のことを知らせるために整備士を使ってこの事件を。整備士の家族は保護、捜査は外務省に引き継ぎました。よし、 A2 級報道官生だ。その整備士の名前は。名前は言うな。兵たちにも伏せておけ。はい。やっぱりわしの孫がフェリスが狙われとるんや。わしの作ったロボットがフェリスを。六六は人型ですから、もしパニックになったりしたら。それこそ。ちょっと待て。捜査遠慮はもう。そろそろ。博士の孫の行動半径をマークした地図を渡す。その中で降ろしてくれ。は持って行ってやれ。はっ。
軍のロボット兵器が製作者の孫を狙ってる。ここにはもうロボット兵器も軍隊もいない。大変だ。あの子の居場所知ってるのは留守番電話見たロボット兵器と私だけじゃないの。16フロアのランプリングという店が本命だ。ロジャー、行って保護しておい。中村。おいおい、小娘のおもりかよ。少佐、まさかわしの孫を見殺しにして F6 が回収信号に応じるようになってたら。以後通信は緊急コードで行う。予備のロボットに逃げたロボットのデータ入れて処理させたら。時間がないがダミーを使うのは携帯させるだけです。中村、このビルをトラップハウスにしろ。行かれたロボットにこれ以上兵を殺されたくない。はい、もう殺させません。テストの時よりはるかに英語でしたか。不自由なデータを渡したことはすまんものでます。極秘だ、隠密行動を取れ。じゃないのよ、ギョン。減るもんじゃねえ。あ、泥棒。あ、これ。あ、これ。了解。おい、もっと目立つように立ってろよ。わーい、バカ野郎、むやみに人を取るんじゃねえ。警察官、話したら信じてくれるかな。ダメだ、寄り道してる間にあの子は殺されちゃう。
警察なんかと遊んでたら助かるものも助からなくなっちゃう。今なら軍に通報して手を引くことを。いや、どうせ顔見られたんだし、やれるとこまでやるさ。はい、そうです。こちらにはいません。このまま張り込みます。何かあったんですか？次の大通りを左へ。1分以内にランプリングです。確かこの辺りにあるはずなんだけど。しました。屋上へ出せ。どうじゃ、屋上で博士の孫を受け取れ。高速艇を使え。お、来ます。よし、戻れ。よし、やれ。バンボ、このまま二人と屋上へ。我々はロボットを回収しに戻る。ここから仕掛け始めといてよかったっすね。当然のことよ。おい、軍隊はこの辺を立ち入り禁止に。急げ、温度が下がれば奴はまた動き出すぞ。報道関係者としちゃ失格なんだろうな、そういうことしてるってのは。でも俺は尊敬するぜ。熱戦で肉釣りカラゴ一般二班、コードワンだ。ロボットが言ったぞ。ロンだ。コードワンだと。ほんじゃま、頼むぜ。危ねえぜ、危ない。やつももう来るぞ。急いでる。非常階段はあっちだ。あなたたち、ユーロピオマルニコに何をしたの、おじいさま。よせ、軍隊だって一生懸命やってるんだ。え、来い。
ッチを入れろ。ヤツの電気をブロックしてくれる。くそ。やったか。どう。ドーナツで封じ込める。回収班を呼ぶ。やったぜ。回収班。エフロ電流受け。調査に報告を。まず後頭部のピンに赤い髪の毛の先を差し込み。お。なんだこれ。2本あるな。表示してあるこれを、あとは額のスイッチを押せば目標ロックは解除されると。さあ俺たちも屋上で回収してもらうか。終わったの？じゃああとは頼む。一緒じゃないのか。中村分隊長、屋上へ出る通路で今後目標と接触。ロジャーの回収班に協力しろ。ロボットはその後だ。Thank you.
博士の孫も無事です。他に人影は見えません。中村、未確認4名、かすり傷一つないのは8名、以上です。やつの残骸が一つもないわ。最後のチャンスね。爆風で飛ばされないで。運が良ければ奴だけ吹き飛ばせるわ。名前なんて言うの？シーベルよ。シーベル、シーベル。ありがとう。バカ、まだ早いよ。小石が挟まって。ないね、もっと小さい籠にすればよかったな。助かったわ。おい、それこっちだ。庭に戻ってよし。18人もの兵を死なせるようじゃもっとしかもしれん。彼らの遺族に何と言って詫びればいいのか。後で一杯どうですか。私どもでよろしければ。なんだ。ロボットを回収しました。戻ります。よし、行くぞ。は。少佐、着陸できますか。車両の移動の邪魔になるな。ビルの西に回れ。あ、いつもこんな危険な仕事？私の危険はこれからよ。あんな高いとこから落下して外国か。これか。オーバーヒートしてた回線が疲労で破損したらしい。まだまだ開発の余地だらけやな。おじいさま。ああ、よしよし、怖かったやろ。よう頑張った。よかった。ダメ、ダメよ。
何がダメだこの。おじい様、何やどうかしたんか。ナベリス、こればっかりはちょっと無理やで。無理の一つや二つ通してよ。そりゃ科学的じゃないで。そんな、たった一人のこんな可愛い孫娘の命の恩人を見捨てるの。話してやれ。あ、少佐。うん。例の登山者たちの復顔作業で考古学者の協力を要請します。サインを。北のスパイだった可能性も十分だ。慎重。彼がなぜ私を釈放したのか今もって明らかではない。この事件そのものが内部の反目感情を高めるための喜劇だったのかもしれないし、もうあの白い顔は機密でも何でもなかったのかもしれない。公式発表はやはり北関係のテロリストがビルを爆破となった。反論も少なくなかったが、大衆を煙に巻くのは簡単だ。その後フェリスからは3度ほど手紙をもらったが、それっきりだ。実を言うと、未だに私自身あれが現実だったのかどうかはっきりしない。こうしている間にもどこかで北の兵士があの人形と戦っているなど想像もつかない。私のカメラはフィルムごと没収されたが、一本の貴重なフィルムがミッドナイトニュースに流せたため、新しいのはすぐ買えるだろう。皆さんこんばんは。鉄道の混雑と駐車場の氾濫ですでにご存知の方も多いと思いますが、今夜中央幹線道路で事故がありました。当ミッドナイトニュースでは事故の模様を映した貴重なフィルムを入手いたしましたので、現場を撮影なさったリチャード・リーキーさんと一緒に見ていきましょう。リーキーさん、交通事故ではないようですね。ええ、そうなんですよ。軍隊が集結してる様子ですね。いやいや、この撮影は怖かった。本当に特殊部隊のようですか。これはまた戦闘時代とても危険でしてね、撮影できなかったんですよ。兵士が邪魔しましてね。でも私はこれは報道すべきだと思ったもんですから、命を懸けてでも、あら、